皆さん、どうもーイエーイ、皆さん、今日も誘ってんじゃん TV に遊び来ていただいてありがとうございます。なんと皆さん、今日はですね、素晴らしいスペシャルなゲストの方に来ていただいています。紹介させていただきます。鈴木啓太さんです。イエーイ、啓太さん、ケイタさん、合わせてくれたんですね、ちょっと。もう、ケイタいつものクールな感じで、お願いします。ちょっとなんだっけ、森脇亮太の誘ってはるやん、誘ってんじゃん、TV、誘ってはるやん、誘ってはるやんでね、誘ってんじゃん、TV です、ケイタさん。ちなみにケイタさん、森脇亮太の誘ってんじゃん、TV は、あの、見ていただいたことはありますか？あります。あ、あるんすか？ピーター・ウザカの回の、あのグダグダな英語の、面白かったよ。マジっすか、全部見てくれたんすか？飛ばしながら、飛ばしながらね、でしょうね、多分ね。あ、でも嬉しいな、それは。ケイさん、ちょっと本当に今日、森脇亮太の誘ってんじゃん TV は、あの、ちゃんぽらな番組なんで、なるほど、はい、ざっくばらんに、あの、森脇がケイさんにいろいろと質問させてもらうんですけど、もう適当な感じで大丈夫です。あ、適当な感じで。適当な感じで。わかった。でも、いや、ケイさん、そう、ちょっと携帯をいじるような、ケイさん、そんな感じでもいいんですけど、連絡返しながら OK ですけど、ちゃんと僕の話は聞いてくださいよ。わかった。ケイさん、いいですか？でもさ、鈴木啓太チャンネル出てもらった時から、携帯鳴らしてたよね。ごめんなさい、ケイさん。本当に失礼なことをしました、あの時は。申し訳ないですけど。そう。ちょっと、はい、あの、本当にね、いろいろとあの質問させてもらいたいなと思って、ぜひ、ケイさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、で、ちょっと、あの、ケイタさんの簡単な自己紹介をさせてもらいたいなと思ってます。ケイタさんは、元日本代表で、元プロサッカー選手でもあり、浦和レッズでも長く活躍した、選手です。選手でした。すみません、ケイさん、いいツッコミありがとうございます。で、今はあのオーブ株式会社の代表取締役を務めるなど、現役中も大活躍でしたけど、現役から退いても大活躍中の、鈴木啓太さんです。で、あの、今日は啓太さんに、あの、サッカーのこととは違う、ちょっと違う角度から啓太さんに、あの、いろんなお話をじゃんじゃん聞いていきたいなと思ってます。ケイさん、いいですか？はい。準備の方は。いいですよ。いいです。じゃんじゃん。じゃんじゃん、じょんじょん。じゃんじゃん、じょんじょん。2、3個ぐらいでいいんじゃない？いや、もっとありますよ、ケイさん。ちょっとよろしくお願いします。すげえ、いろんなツッコミどころ満載すぎて。満載やん、ケイさん。やっぱいいよね、森の感じが出てていいよね。全然、ケイタさんのツッコミで、だいぶ助けられる、多分今回の対談になると思うんで、ちょっと力も貸してください、ケイさん。お願いします。で、早速なんですけど、啓太さんに、はい、あの、質問させてもらいたいなと思います。ごめんなさい、飛んじゃって。あの、啓太さんは浦和レッズ一筋で、15年、16年、失礼しました。16年、浦和レッズで一筋でプレーしたと思うんですけど、はい、引退を決めたタイミング、またその時期っていうのを、ちょっと教えてもらいたいなというふうに思ってます。ね、2014年の11月3日に、2014年の11月3日に、はあ、横浜マリノス、はあ、F マリノスと、横浜の日産スタジアムで試合をやったんだけど、はあはあ、その時より不整脈になったのね。なるほど。急に前半5分ぐらいで、それはもう例えば予兆があったのか、なんか、あ、前日の練習でおかしいなと思ったの。なんか疲れてるなみたいな、それは疲労感がものすごかったって感じです。だからそう、走っても、なんか走れないみたいな、はいはいはい、でおかしいなって思ってたんだけど、まあ試合、まあそういう時もあるじゃない、はい、体重いななんていう時もあるから、で試合当日、試合始まって5分ぐらい経ったらもう動けない、動けないっていうのは自分は動きたいんだけど足が動けない。だからなんて言うんだろうな、あの、脈がすごく速くなって、血液がこう、なんていうの、全身に行かないっていう、空打ちになっちゃう、血がこう、ポンプみたいな感じになってるんだけど、血があんま出ないっていうか、
え、それは酸素が頭にいかない、まあ、そういうのも一緒だよね。うん、全身に多分こう血流が回らなくて、だからその時の試合見たら分かるけど俺ほとんど動いてない。マジっすか。で前半なんとか試合こなして交代するんだけど、うん、それ前半やったんですよ、その状態で。だから優勝争いもしてたし、うん、選手の交代枠をさ、うん、ボランチのポジションで、うん、しかも前半5分とか15分とかで使うわけにはいかないなと、うんうんうん、だから阿部とか、うん、牧野とか、うん、那須、うん、西川周作には言って、え、ちょっと体がおかしいぞ。そう、おかしいって言ってケイさん、僕には言ってくれてるじゃないですか。ケイさん一番近い、今近いところに言って言ってたんですけど、森脇亮太の名前出てくるかなと思ったら全然出てこないですよ、ケイさん。そんなエピソードあったんですね。俺今初めて聞きました、ケイさん。そこに伝えてたんですね。伝えてほしいな、俺も。ケイさん、でも俺もそれを僕自身も感じれてないっていうのがちょっと情けない。なんか自分にこういっぱいいっぱいになってるところがあったのか。ごめん、あの冗談で、あの、まあ、阿部と那須ぐらいで言ってたら、うんうんうん、一応あの近かったし、はい、俺だから動けないから、うんうんうん、ちょっと動かない、うん、でも本当無理だったらこうなるからって言ってて、はいはい、でこうあの前半終わった時点でミシャにもうダメ変えてって言って、で関根のゴールで勝った試合なんだけど、その試合でおかしくなって、で2015年、うん、まあ、プレーをすることになるんだけど、うん、まあ、そのぐらいだろうな、うん、まあ、その2014年で辞めるかどうなのか、うん、で続けられるかどうかっていうのも病院で検査をして、うん、で、まあ、なんとかできるだろうと、はい、だけど、まあ、手術するしないとかっていう話もあったし、うん、で結局選択肢として選んだのが、うん、あの薬で抑えるみたいな、うんうんうん、っていうことにしたんだけど、その時にもう浦和レッズはこの1年で離れるっていうことを決めたの、2014年 の, 公開あの契約更改の時に。それは離れるっていうのはもう違うチームでプレーしてみたいっていう、プレーしてみたいんじゃなくて、うん、まあ14年でプレーできるかできないか分かんないと思う、うん、で、ただこっから先移籍先を探すのもできないし、うん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 、で、15年シーズン、うん、まあ、クラブが契約してくれると、うん、でも自分の中では本当にそれで 100% できるかどうか分かんないし、なるほど、やっぱ僕は浦和レッズチームがこうあるべきだっていうのがあって、うん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 、自分自身がそこで力になれないと思うならばこのチームは離れるべきだって思ってたから、なるほど、だからもうこの2015シーズンでもう離れようとっていうことを決めてたのね、うん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 、でただそこからまあ引退することになるんだけど、うん、まあ6月とかかな、うん、7月ぐらいに他のチームからオファーがあって、うん、で、どうしようか悩んでる、うん、で、うん、10月かな、うん、10月に、うん、そのオファーが来てるチームに移籍するかもしれないっていうのがメディアに乗るかもしれないって言われた。なるほど、チームから、うん、誰かからどっかで嗅ぎつけたってことですね。そう、まあ多分ね、そのチームの人がね、メディアに言ったのかどうかわかんないんだけど、で、それをチーム側から言われて、うん、いやいや、それ止めてと、うん、その記事に出さないでくれと。そう、うん、でももうこれ以上止めれないってなる、うん、そんなことあるんすか。そう、だから、うん、もう明日出る。それはあの鈴木啓太さんにオファーしましたっていう感じで出るのか、もうそのチームに鈴木啓太決まりいや、だって OK してないし、そうだよね、オーバーっていう、そうですよね、交渉してるっていう話なんじゃない。はいはいはい。でもそれで辛いんですよ、うん、だからもうあの、うん、それがあったから、じゃあ Facebook で、うん、そこで聞くのは嫌じゃん、ファンサポーター、はいはいはい、自分の言葉でって言って、うん、そこでそこで出すんだけど、うん、このチームを離れることを決めたっていう、うん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 、もう決めてたっていうことは出し て,、うん、言って、そしたら、うん、ファンサポーターの人からコメント来るじゃん、うん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 、で、そのもうどこ行っても応援するよとかっていうふうにバーって書いてあって、あ、その時に、うん、あ、やっぱり俺はこのチームでやめようと思った。なるほど。そう、どこに行っても応援してるよって言ってくれるんだけど、うん、でもやっぱりレッツサポーターだし、うんうん、自分はレッツに育ててもらったから、うん、なるほど。じゃあその言葉でもう本当自分は浦和レッツで引退して次のキャリアに進んでいこうっていうのは、
そのじゃあファンサポーターの言葉が大きかった。そう、でそこまで交渉してたから、でもどっかにやっぱサッカーをやりたいっていう気持ちも多少はあったと思うんですけど、そこはケイさんどうやって、もうなかったんですか。もうね、もう俺ね、本当にミシャとやった4年間、最後の4年間、うん、楽しすぎてサッカーが、うん、で、まあ、守りはね、ちょっとその俺の前のプレーを知らないから、うん、どうかなって思うけど、うん、ケイさんのね、もう印象は本当に日本代表とか浦和レッズで長く大活躍してる、もうそのハードワークできて、あの潰せて、パスも散らせてっていう、僕はその印象ですね。でね、9、10、11、うん、2000ね、うん、の時にもう本当に俺、サッカーが嫌になったのね。あ、自分が思った通りにプレーできないし、うんうんうん、嫌だなって思って、うん、で、まあ、悩んだ時期があったんだけど、うん、それも代表にもバリバリ絡んでた。いや、代表にちょうどその、あの扁桃炎になって、うんうん、そこから少しコンディション落としたんだけど、うんうんうん、でそこで、うん、まあ、12年からミシャが来るじゃないですか、うん、もうサッカーが楽しくなってさ、毎朝起きた時にサッカーやりたいなって思う感覚なんてさ、プロになってからそんなのしかないじゃん。多くないですよね。でもそれがずっとやっぱあって、すごい、12、13、14、15、うん、まあだから15はそんなね自分ができてないけど、うん、まあそれがあったから、ある種、うん、こんなにサッカー楽しくやっていいんだっけっていうのもあるわけ。なるほど。そうするとやっぱプロとして の、うん、そのなんかこう楽しみだけでやるっていうのは自分の中でちょっと違うかなとかね、あ、まあ、いろんなこう感情がある中で、うん、でもじゃあやめるってなった時に、うん、自分のサッカー人生振り返って、うん、まあ、幸せだったなと、うん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 、ね、いろんな経験もさせてもらって、まあ、J2 から入って、うん、で優勝して、うん、アジアも取って、うん、で降格残留争いをして、うん、残って、うん、でまたサッカーが楽しくてっていう、うん、なんかいろんなものを経験させてもらったから、うんうんうん、もう幸せだなと。なるほど。でこのまま辞めるっていうのも一つやっぱありだな、うんうん、自分の満足にできないし、うんうんうん、だからなんかこうやりたいなとか、もっとやれればなとかっていう思いは、うん、その時はなかったかな。今思えばさ、うん、ね、阿部とかが現役でまだプレーしてるし、はいいなって思ったりするけど、うん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 、時々ね。でも今もうなんか、うん、その時はうん、うん、なんかこう納得してやめれたっていう。なるほどね。じゃあもう本当に引退を自分の中で決断してからはもう何の迷いもなく、そこにぶれることもなく、もう次のステージに向かう準備は進めていってたっていう感じですね。まあ準備進めてたとかじゃないけどね。え、もうじゃあその引退した後のこともケイツさんの中ではある程度こうイメージしてた部分があった中での引退だったのか、もう全く考えずにもうノープランで引退したのかっていう、それどっちなんですか。いつ辞めてもいいようにっていうのは当然あるよね、うん、うん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 。だってさ、確かにいつできるようになるか分かんないもんね。そうそうそう、だからいつ怪我をしてもとか、うん、例えば死ぬこともそうじゃん、うん、今日死んでも満足だったかどうかっていう話もあると思うんだけど、うん、そういう生き方としては、うん、自分の中ではまあまあ、うん、そういう生き方としての準備っていう意味ではあるかもしれない、うん、あったかもしれない、うん、だけどじゃあなんかこう、うん、次の人生を思い描いてたかどうかっていうと、うん、その解像度はそんなに高くはないね。なるほど。だけど、うん、自分はライセンスは取りに行ってないわけ、うん、指導者ライセンスね、うん、だから指導者っていうところは考えてない、うんうんうん、けどサッカー界が発展する、スポーツ界が発展するっていうことに貢献したいんだ、うんうん、っていうことは考えてたから、例えばそういういろんな人と話をしたりっていうことはあったけど。なるほど。で準備してたわけじゃない、うんうんうん、だから現役中からそういうコミュニケーションとかそういういろんな人と会ってノウハウを学んだりっていうことはあったけど、ただ事業をこう開始してたとかっていうのはないってことで。ね、そう、今の会社は2015年の6月ぐらい、6月7月ぐらいに話をして、うん、その1週間後に会社作ろうっても決めて、うん、でも自分が社長やるっていうよりは自分はファウンダーとして参加するっていう考えてたけど、うんうん、でもそれ引退も別に決めてないし、うん、そこの会社で自分がね代表やるなんて考えてもいなかったから。なるほど。だからなんだろうね、うん、
まあ、その時その時に感じたこととか、うん、パッて思いついたことに対して、うん、こうその後にこうグッとフォーカスするみたいなのが自分の性格なのかなって思う、うん、だから綿密に計算してとか計画を立ててっていうのは結構苦手な方が、うん、現役に対してから、まあ、オーブ株式会社の方はもう本格的にそうこうスタートさせていったっていう、そう引退したから社長になれるでしょって言われて、うん、まあそうだね、言い出しっぺだしねみたいな、まあまあそんな感じ。なるほどね。だなんかこう 100% やれないと嫌なのね、うん、あ、いやさっきの話のようにケイさんストイックだから、そうだ、もうだからね、いろんなことをかじって例えばサッカーもじゃあ80% をオーブの株式会社の方も事業の方も 80% は自分の性格には合ってないっていう感じってことですよね、うん、そうかもしれない。なるほどね。なんかもう森脇のイメージだと啓太さんは本当に現役中からいろんなことをこう事業としてこう手掛けてたっていうのが勝手なイメージとしてあったんで、ちょっとびっくりなところかな。まあそう、空いてる時間はあるじゃん、うん、だから学ぶことはするんだけど、うん、でもそれってサッカーにつながることじゃなきゃ自分は嫌だったから。なるほど。自分の現役のプレーに対してつながること。うん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 。だから例えば自分がその、あの、なんて言うんだろうな、うん、裏の近辺でお店とかもやってたのね、うん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 、でもそれは別にあの自分が、うん、なんだろうな、その経営面を見てるっていうわけじゃないから、うん、もう任せてるっていうところがあって、うん、でそれはなんて言うんだろう、人を育てることとか、うん、そういったものが自分にとって大事なこと、うん、まあ、学ぶことだなって思ってて、うん、でそれが、ゆくゆくは自分が将来こういうふうにあるべきだろうっていうものがあって、うん、でサッカーの現役選手としても、うん、プレイヤーとしては当然あるんだけど、うん、サッカー界とかクラブチームっていうものはどうあるべきかっていうことを考えている中での一つのもの。なるほど。だからオーブっていう会社もそういうもの。だから自分のこの目的みたいなのがあって、うんうんうん、それを実現するためにサッカーっていう要素があったり、うんうんうん、まあ、選手っていうものがあったり、うん、クラブっていうものがあったりです、うんうん、で今のオーブっていうものがあったり、うんうんうん、なんかそこに繋がっていくっていう感じかな。なるほどね。本当僕なんかレッツで啓太さんといろいろ接してもらってる時に、本当にそのサッカー以外のところの啓太さんが他の人と関わってる姿はものすごく勉強にもなってましたし、啓太さんと話しててもやっぱりもちろんサッカー選手である以上サッカーにこう一番フォーカスするところは大事だなと思ったけど、やっぱりその人とのコミュニケーションを取るっていうのは大事だなっていうのはものすごくこう学ばさせてもらった部分ではありましたね。ありがとうございますけど。いやさ、じゃあ試合に出れなくてもいいから、うん、4時下まで続ける。ステイジーリー森脇亮太はどうしたらいいの？